皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは国内ニュースです。外国人育成就労、政府が方針決定ということですね。外国人のね、あの、ありますよね。育成制度ね。 はいそれをどのように今後やっていくかということを政府が方針決定したそうです。やっぱり今の状態だとね、あの奴隷みたいな扱いをされてますから、ちゃんと育成ができるようにちゃんとやろうと、じゃないと日本の評判が悪くなって、人が来なくなってしまうということでね、はいこういうことちゃんとやらないといけないですよね。はい、よかったです、よかったです。次、えー 林官房長官、推薦書、提示、ぐり、記憶ない。あの、記憶にございませんって、あの、大、先あの、昭和40年代ぐらいの時に、ある人が最初に言って、それをみんなが使い出したんですけど、林官房長官もそういうのを使う人だったんですね。やっぱり、僕があんまり好きじゃない人ってそういうこと言うんですね。ちょっと、思いましたね。 はい、はい、次児童、えー、<laughs> 虐待の通告が最多19年連続で増えていると、児童虐待、いやー、弱い者をいじめるというのは、ちょっと、もうだから、後輩とか同級生でもそういう人いじめてたんでしょうね。はい 自分より弱いものにいじめをする、はい、やってはいけないことです、あの良い人間にな,なっておきたいならば、はい、自分の子供ですよ、本当に。うん、この少子化の中で子供が子供を大事にしようというふうな風潮の中で、児童虐待が19年連続で増えている。 有識で自体ですね。それは子供も少なくなりますよって感じですよ。はい。ね。はい。もう本当、辛くなってくるな、こんなニュース聞くと。はい。次、えー、国際ニュースです。バイデン氏、記憶力に言及後に謝る。<laughs> 謝るって謝るじゃなくて間違う。記憶力について自分で大丈夫だ、みたいなことを言った。 後に間違ってしまうという、やばいですね、これはやばいですね、バイデンさん、頑張ってくださいね、頼りにしてるんですから、あなたしかいないんですから、はい、次え、ウクライナ軍の総司令官解任、えー、大統領と確執があったそうです、まあ、これによってね、いい方に変われば、まあ、それはありだと思いますから。 別に、ね、大統領と仲が悪いそのものは、ね、別にいいんですよ、結果を出せばいいんですから、基本的には。というか、そうしないとまずい状態じゃないですか、大統領だから、ちゃんとその,人その次、いい人連れてきてくださいねって感じですけどね、はい、選んでくださいねって。はいえー、オリンピックのメダル、はいあのー、テレビのニュースにもなってますが、エッフェル塔の鉄を使用しているようです。どういうういいことかというとか 別にわざわざ削り取ったわけじゃないですよ。あの、エッフェル塔ってこう補強工事とかたまにやってるみたいで、やっぱりね、建造物ありますからね、いろいろね。はい。しかも鉄がむき出しになってますからね、エッフェル塔はで。そういう時にできた鉄くずを、あの、もったいないって言って取っておいて、それを使ってるそうです。いいですね。はい。エコですね。はい。いいんじゃないですかこういうのね。やっぱり話題になりますよね、こうやってね。はい、次。 経済ニュースです。34年ぶり高値。午前の終わり値は37,029円。はい。バブル期とは違って、実質的な利益に基づいたこの株高。えー、勢いがつきすぎてると思いませんか皆さん。はい。一応私、投資家なんで、2つ挙げておきます。 まず、中国がかなり経済が危ういので、中国マネーが日本に流れてきているために、相当なスピードで株価が上がっています。あともう一つ、アメリカの景気が悪くなると、日本株は落ちます。はい。だから、えー、企業はちゃんと利益を上げているにもかかわらず、 バブル崩壊が起きてしまう、外然性がありますので、えー、皆様お気をつけください、はいそうですね。今から仕掛けようとしている方、今買っとこうという方、お気をつけください,、はい。はい、次です。肉の日、各社でメニュー提案強化。まあ、僕は肉は哺乳類食べないようにしてるんですからね、あんまり気にしないようにしてますけど、はい、気にしないですけど、はい。ね 肉ねいろいろ環境問題とかもありますからね、はい、次白いロマンスカーなぜ18年で引退なのかロマンスカーねなんか浮気死に使うんですかみたいな、ね、名前ですけど <laughs> 鉄道車両としては、えー、重大な欠陥がなかったにもかかわらず寿命が短いと。 はい。はい。えー、技術的な課題があったと。つまり、欠陥はなかったんですが、課題があったと。つまり、もっと改良が必要だというふうに思われていたそうです。はい。そういうことですね。はい。ということは、もっと良くなるということです。ロマンスカーは。いいことですね。はい。また皆さん、新たな浮気を。<laughs> 違いますか不倫を<笑><笑>、はい。次行きましょう。冗談ばっかり言ってないで。はい。IT ニュースです。えー、Google 対話型 AI の名前をジェミニに変更。ね。いいですよっていう新しいものできましたよっていうためにはもう名前まで変えちゃうということでね、まあ。つまりそれだけ昔のやつの知名度が低かったということですね。だったら変えちゃえと。 まあいいいんじゃないですか、はいはい、次、生成 AI を悪用アメリカの大統領選でボコボコ出てくるんじゃないかと懸念が高まっているそうです。はい、使い手がどんどん増えていってる生成 AI あと使い方がお上手な方も増えていってる生成 AI やっぱり皆さんいいことに使ってほしいですよね。 あのインターネットというものができた,できた時もそうでしたけどはいそうですね次、えー、三木谷氏楽天のつながりにくい問題を弁明だそうです弁明、はい、弁明しなきゃいけないほど苦情が来てたんでしょうねいや僕はあんまりうまくいくと思いませんね初期投資で相当な借金抱えてますから はい、次行きましょう。はい。科学です。えー、津波の高さ、輪島の1.2メートル以上という記録を気象,気象庁が削除したらしいです。理由は分かりませんが、まあ、何か間違いがあったんでしょう。まあ、あまり気にすることじゃないですよ。何メートルだろうが津波に気にしなきゃいけないことには変わりないわけですから。東北地方があの時の時 震災が物語,物語ってるじゃないですか、はいあの。なんていうか、高くする工事をやってたところでさ,えでさえやられたみたいですからね、東日本大震災では。だからもう、1.2メートルだとか1.5メートルだとかあんまり関係ありません、はい。そんなことであんまりつっつかないようにしましょう、はい。気象庁だってミスはしますよ。人間だからミスはしますよ。はい、次、iPS で動く心臓。 万博の目玉になるのかなるでしょう。なるでしょうよ。だって、ただの見せ物じゃないですもんね。はい。進歩を、進歩を見せるわけですから。はい。それは目玉になるでしょう。次。えっ、ー、と、これは昨日話しましたね。じゃあ次いきましょう。えー、エンタメです。えー、ブギウギ第1割戻る。つまり、再撮影したみたいです。はい。 楽しみですね再撮影ですからねちょっと演出も変わってるんでしょうからねはい次北山宏光さんという方これ飛べてるんですか TOBE と読むんですか僕知らないんですけど、えー、所属初ドラマで主演とのことだそうです滝沢さんもうね売り込み力強いですねやっぱ社長ですねはい次、えー、被災者へ少年ジャンプを無料公開とのことです これでちょっとは楽しんでくださいっていうことですね。いいなぁ。いいですね。マガジンはやらないですか <laughs> 次。スポーツ。ハンドボール男子代表監督突然の G。この時期に G。何かあったんでしょうね。セクハラかなんかね。はい。何かあったんだと思いますよ。はい。そうですよ、ね。多分ね。多分ね。はい。次。 元 J リーガーメガバンクに就職へ。キャラクターでもやるんですかそれともなんかチームに入るんですかねはい。まあいいんじゃないですかはい。再チャレンジ。あの別のことでチャレンジ。だって中田秀俊さん見てくださいよ。あの人サッカーとは全く関係ないことやってるじゃないですか <laughs>。はい。ね引退後はね、みんな言ってましたけどね、多分監督になるんだろうねってみんな言ってましたけどね。 もう全然違う道行ってますからね、まあ、素晴らしいと思いますよ。だから、この方も素晴らしいことだと思いますよ。はい、頑張っていただきたいと思います、はい。次、バスケ女子日本。もう昨日ね、昨日みんなね、みんなじゃないですけど、バスケが好きな人はね、もうハラハラしてたと思うんですが、日本勝利、スペインが衝撃だそうです。はい、いや、勝ちましたね。やったなぁ、嬉しいはい。 ということで、オリンピックが近づいたんですかこれ。決定ですかまた近づいただけでしょうはい。頑張ってください。はい。ということで、今回の、えー、ニュースは以上となりますが、皆さんはどんなところに注目されましたでしょうか私はですね、まあ、声の大きさからお分かりになる通り、児童虐待が19年連続で増えていて、今年はもちろん最多ということですね。 はい。まあ、ネットのおかげで通告数が増えたというのもあるんでしょうけど、もうちょっと、ちょっとやるせないですね。はい。自分の子孫ですよ。動物というのは、種を存続させることが、まあ、動物としての第一使命じゃないですか。はい。それを自ら邪魔してる。なんていうか、 動物の本性に合ってないですよね。はい。本当に何とかしてほしいと思います。はい。そうですね。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。